はい。始まりました。石門ジャップ TV より、今週もやります週刊 J2 のお時間でございます。 ここでこの度取り上げますのは2024シーズン J2 リーグ第34節 J1 自動昇格と J3 自動降格が一部決定するかもしれない J2 ン以外も気になる今節を簡単に振り返りアーダコーダつぶやいていきたいと思っておりますのでよろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思いますとです早速今節の試合結果順位表等はこの通り今節を一言で表しますと 意外と何も決まらなかった。 とございまして、まあ、今節は、えー、新スタのコケラ落としとなります、まあ、長崎 vs 大分の、えー、この結果次第で、まあ、J1 自動昇格と J3 自動降格が決まる、えー、今節となっており、条件としましては、まあ、不謹慎ながらも、えー、長崎が新スタ一発目でやらかす、えー、大分とのゲームにおける敗戦の場合は、横浜 FC と清水が勝利により、J1 自動昇格が決まる、 it. の一方鹿児島が j 3降格が決定する状況でございましたがまぁ、あ、それらを覆す長崎新スタデビュー戦をド派手に飾る大分に対する4対1の勝利により横浜 fc は鹿児島に1対0で勝利するものの横浜 fc j 1自動昇格は自節にお預けでまだ鹿児島の j 3自動降格も事実上先延ばしそして清水はアウェイ水戸との因縁の地で 2失点とリードを許す展開から2対2に追いつくのがやっとのドローにより、清水も J1 自動昇格がお預けの横浜 FC が首位に入れ替わり、 で、また、栃木が今節、愛媛との直接対決に1対1の通行のドローにより勝ち点差縮められず、残留に向けて黄色信号の、まあ、鹿児島に比べて、まあ、可能性はまだあるものの、勝ち続ける上に、まあ、大分と、愛媛の結果次第、まあ、それだけに今節の、愛媛との、ドロー決着は、栃木にとっては許されない結果。で、また、昇格と、まあ、降格は、もうほぼほぼ90%は決まったと言っていいところ。 まあ、気になるのはやっぱり、えー、昇格プレオフ争い、まあ、3位長崎はほぼ確定として、まあ、4位千葉が今節、えー、前節降格が決まった、えー、群馬を1対0で破り4位に浮上その一方岡山がこう,う,うに1対3で破れ、まあ、仙台も秋田に0対1で破れたことにより4位千葉5位岡山6位仙台が勝ち点55で並ぶ展開、まあ、岡山と仙台にとっては完全に貯金がなく なり後ろから山形が今節山口を2対0で破る5連勝の怒涛の追い上げにより後がなくなったと言えるでしょう昇格プレイオフの長崎を除く三枠校長千葉山形に対して乗り切れない不調気味の岡山仙台がどこまで踏みとどまることができるのかどのチームが昇格プレイオフ枠から脱落するかという観点で昇格プレイオフ争いが本当にわからないところまで行 た第34節とといったところでしょうかそこで次、各試合結果とピックアップワードをもとに簡単にアーダコードを覚えていきたいと思います。 まず仙台バーサス秋田0対1で仙台寒風負け。一方秋田寒風勝利の連勝と、まあ、東北勢対決明暗くっきりのまあゲームは早々動く展開。まあ、前半7分にまあ決勝弾となります秋田の梶谷選手のヘディング弾。まずは仙台のまあスローに跳ね返されたところから中央でまあ仙台またクリアするもの。これもさらに拾われてまあ後手後手の仙台。えー 中江小松選手のクロスファーサイドで旗選手がファーサイドで合わせて林選手が弾くものの梶谷選手がヘディングで押し込み早々秋田が先制、まあ、その後仙台が、まあ、前半から秋田のゴール小柱系にかかるもののペナルティエリアまでは侵入しきれずの、まあ、苦しいシュートで終わってしまい、まあ、前半ゼロ対一で折り返し、まあ、迎えた後半も、まあ、状況変わらずの時間が過ぎて ムーンカイズアディショナルタイムパワープレイで押し込む仙台でございますが まあ相手陣地に放り込み、まあセカンド回収、まあその一種の隙を逃さない松下選手から、サイドのマセ選手へのスルーパス、マセ選手のシュートフィニッシュ、まあゴールネット揺らすもののギリギリオフサイド判定で得点いたらでございましたが、再び、まあロングボールからの競り合いで、秋田の選手がクリアしきれなかったところを、マセ選手が抜け出そうとしたところを、まあ、引っ張られて、まあちょっと、後から、 たいなめずの、ちょっと怪しいものの、まあ、PK 獲得の、まあ、キッカーはなんと、梅木選手が務め、 蹴ったボールコースは悪くなかったんですけど、えー、秋田の守護神山田選手のビッグセーブの前に、えー、得点至らずの、ま、ゲームはそのまま終戦の先代としましては、えー、連勝ならずの、ま、昇格プレイオフ6位の駆けプチに追いやられた、えー、敗戦に対し一方秋田としましては、えー、ここに来て連勝達成の、えー、昇格プレイオフに向けてわずかな可能性を残す山田選手のビッグセーブが光っ 勝利だったのではないでしょうか。 そして、次、千葉 vs. 群馬。1対0で千葉完封勝利。一方、群馬完封負けとなりましたゲーム。まあ、前節 J3 自動降格が決まってしまった群馬でございますので、その直後のゲームが昇格プロフ争いに向けて、まあ、絶対負けられない千葉とのゲーム。まあ、異なるモチベーション同士、まあ、勝利しましたのは、まあ、当然モチベーションが高い千葉。重、まあ、いのか点差つかずの1対0の勝利にとどまっております。まあ、とはいえ、決勝弾は まあ、得点を小森選手のおしゃれなヒーールシュート、えー、まずきっかけとしましては、えー、左サイド、まあ、ビルドアップで攻略していき、まあ、抜け出した田中選手、まあ、再三、えー、前半立ち上がりから川上選手の1対1を制した田中選手が、えー、この場面でも川上選手を置き去り、倒れそうになったんですが、ここをうまく踏ん張っての折り返し、よく折り返したと思います、えー。中で横山選手がトラップしてシュートもブロックされた、そのセカンドに対して小森選手の 足裏を通す、このヒールシュート、またこれが決まってしまうわけでございますから、まあ、さすが J2 得点をといったところでしょうか。まあ、前半1対0で折り返し、今、まあ、迎えた後半も、まあ、千葉、えー、後半8分には品田選手の、まあ、相当遠い位置からのこの無回転ミドルも、まあ、ギリギリ枠外でございましたけども、決まっていれば完全にスーパーゴール案件。で、一方、群馬としましても、後半15分にはピッチ幅広く使いながら、川山選手が一気にペナルティアに侵入し、まあ、ブロックされたものの、えー先選、先戦、 選手のシュートギリギリリリ枠外でで千葉ととししししままてはヒヤたた形でございましたがその後、群馬にペースをけけ渡さず、1対0のままゲームは進み、迎えたアディショナルタイムに事件発生でございます。群馬のフリーキック、まあ、このセカンド拾ったところから、千葉のロングカウンター炸裂の、まあ、無人のゴールに向かって、岡庭選手がぶち抜いて、あとは押し込むだけだったんですが、その場面で、群馬の千葉選手が後ろから引っ張り、えー プレイを止めてしまうと、もう完全に、まあ、ドグソの退場になってもおかしくない案件でございましたが、まさかのイエローもなしの、えただのファールだけにとどまる判定に、まあ、千葉の怒りがですね、収まらずの、まあ、佐川選手 vs、まあ、ドゥドゥ選手と田口選手の構造が生まれます。まあ、後味悪い形でございましたが、ゲームはもうそのまま1対0で終わり、えー、千葉としましては、ホッとした、えー、勝利。まあ、千葉だったらね、こういう場面で追いつかれる というですね、やらかすシーンがあってもおかしくない、まあ、J2 リーグ生活の長い千葉でございましたので、まあ、ゲームは様1対0で終え、まあ、高いモチベーションの千葉が、まあ、モチベーションを保ちづらい、まあ、群馬に対する、まあ、当然の1対0の勝利といったところでしょうか。まあ、結果を受けまして、千葉へ今季3度目の3連勝に対し、群馬4連敗となっております。 そして、次、熊本バーサス徳島。1対2で、熊本逆転負け。一方、徳島逆転勝利となりました、ゲーム。まあ、両チームとも、昇格も、降格も、非常に可能性が低い、今モチベーションを保つのが難しい、一戦でございますが、先制しましたのは、目下4連勝中の絶好調、熊本、勢いのまま前半25分、まあ、コーナーキックから、小選手が直接狙ったかのような起動に対し、キーパーの手前で、熊本のエース、 石川選手がヘディングでコース変えてのヘディング弾で熊本一挙のまま先制。しかし徳島引き下がることなく前半37分に1点返しますえ。ゴールキーパーが絡むはビルドアップから油投げなく剥がしていき長き選手が運んで運んでサイドの f c の選手に展開。LC の選手のところでまためを作って で時間差で上がってきた小玉選手が、エウシー選手の折り返しにダイレクトで合わせる、サイドネット居抜くシュートフィニッシュで1対1の同点に、まあ、その後両者一心一体の攻防で迎えた後半アディショナルタイムを迎える直前でございますね。徳島の逆転弾となります。サイドバックの柳沢選手が、大外に流れたブランノワ選手に差し込み、ブランノワ選手の内側をインナーラップしていく柳沢選手、そして、 その柳沢選手に対しまして、ブラウンノア選手、アウトサイドの技ありの、えー、このスルーパスに、まあ、ポケット侵入した柳沢選手が、まあ、熊本の選手、まあ、黒木選手が後ろから食いついていたんですけども、うまく切り返してのシュートフィニッシュが、まあ、見事に突き刺さり、えー、徳島逆転のゲームはそのまま終了し、えー、結果熊本連勝が4でストップとなります、敗戦に対し、えー、徳島連敗を3で止めます、勝利の、まあ、徳島昇格プレイ、 オフ争いはもう絶望的で難しいながらも、えー、まあ自力を見せつけます徳島の意地が見えました逆転勝利だったのではないでしょうか そして、次、山形 VS 山口。2対0で山形完封勝利。一方、山口完封負けとなりましたゲーム。まあ、このゲームを挑むにあたりまして、山口5連敗の、えー、山形4連勝中の、その両チームのチーム状況そのまま現れました。まあ、前半立て続けに山形が2得点でございます。えー、まず、前半2分でございますね。フリーキック、伊坂選手につけたところ、立て突破と見せかけて、まあ、時間をかけながらマイナスに折り返し、えー 高井選手のアーリークロスに、ディサラキラ・シルバーの選手、ニアサイドで、技ありの、ファーサイドネットを射抜くヘディング弾が突き刺さり、山形の勢いのままの先制弾で1対0。そして、迎えた前半12分には、裏へ展開していき、ドイ選手のプレッシャーの前に山口、クリアしきれず、国分選手が拾って縦に仕掛けていきながら引き寄せてのマイナスの折り返しに、高井選手がペナルティアに侵入して、ワントラップ から一級のままのこの豪快なシュートフィニッシュが突き刺さり2対0の その後も引き続き山形としましては立て続けのチャンス、ま、決めきれず、一方山口、チャンスシーン作りきれずのゲーム、ま、そのまま2対0で終戦。ま、両チームの勢いを、そのまま示す立ち上がりに、決着した感否めずの山形、5連勝達成一方山口6連敗の両チームの交付調そのまま表す、スコア及び試合内容だったのではないでしょうか。 そして、次、甲府バーサス岡山3対1で甲府解消。一方、岡山完敗となりましたゲーム、まあ。このゲームの主役はもう甲府のエース、アダイトン選手と言っていいでしょう。まあ、試合前のセレモニーでもございました。自らの300試合出場の記念を祝うスーパーゴールの数々、まあ。ゲームは後半早々から動きまして、後半11分でございますね。アダイトン選手の今シーズン10得点目となります。まあ スーパーゴラソダンえきっかけはボルダーセ選手のえキックからえ甲府の中山選手のインターセプト始まりえ次に繋げたアダイトン選手アダイトン選手のえファーサイドを射抜くシュートを打つかと思いきやなんとニアサイドを射抜くえこの弾丸ミドルシュートバー直撃しそのままゴールインのいや理不尽という言葉はアダイトン選手にはぴったりなえスーパーゴールなのではないでしょうかそしてその その直後の2分後の後半13分には、次、岡山のディフェンダー、安部選手に対する、アダイトン選手の超ハイプレスで奪ってから、まあ、自ら、キーパーとで1対1の場面を作り出し、今、まあ、冷静に決め切っての、えー、2得点で、立て続きの2得点で、岡山完全にですね、してやられたりの、まあ、その後もですね、甲府自陣からのつなぎで、後半28分でございますね。左サイド、アダイトン選手からの折り返し、中山選手を経由して、右サイドの飯田選手でダイレクトで仕留め 決定的な3得点目で勝負ありまあ、その後後は33分にはコーナーキーから田上選手の強烈なヘディングシュートで1点返すもののゲームは1対3で終戦のま交、あ、付としましては昇格プレーオフに向けて、えー、まあ絶望的でありながらもアダイトン選手の記録どこまで伸ばせるのかっていうところを含めてまあ、各個人の選手の活躍が楽しみとなります交付、えー、の解消に対し一方カムとしましてはなかなかに連勝 に転じられない、今、まあ、ここ直近の成績、マ、まあ、ダイトン選手の理不尽の前に、まあ、昇格プレフ争いに向けて不安材料が否めない乾杯だったのではないでしょうか。そして次。<laughs> 18位の栃木バーサス、16位の愛媛の残留争いも6ポイントゲーム、結果は1対1のドロー終戦の、まあ、立ち上がりからこのゲーム、まあ、栃木はもう勝つしかない状況で、まあ、その気持ちが現れました。まあ、前半からの立ち上がり、まず6分でございますね。え、栃木のショートカウンター、ま、大外から、大島選手のカットインからのシュートフィニッシュも結果的にポスト直撃し、得点至らず、そして迎えた前半24分には、森選 選手のこのカットインのクロス、まあ、ファーサイドで大島選手がヘディングもギリギリ枠外の大島選手に何か得点が生まれそうな雰囲気ありながらも、まあ、迎えた前半28分には次、栃木の、えー、青島選手の超ハイプレスから、えー、愛媛も。 苦し紛れの蹴らざるを得ない状況に、栃木の佐藤選手が拾って、南野選手の強烈なシュート、舞、ま、姫、あの森下選手の魂のシュートブロックの前に得点至らずでございましたが、まあ、迎えた後半10分についに栃木え先生でございます。ラファエル選手のこのフィールをセカンド佐藤選手が引っ掛けて、まあ、宮崎選手が右サイドに展開、そして森選手を追い越す、福島選手のオーバーラップに折り返 怪し中で大島選手が右足でダイレクトで合わせてついに、まあ、大島選手まあ、前半から特定の匂い、プンプンしながらついに後半に栃木待望の先制弾でございます。そして、さらに後半12分には追い。潮をかけるように。青島選手のまあ、サイドチェンジから大森選手のまあ、クロスまあ、クリアされたもののえ。羽 えー、大森選手の元に跳ね返ってき、そはさらに大森選手、そのボールヘディングで、えー、宮崎選手につける跳ね返し、結果宮崎選手が、えー 高く、えー、飛び跳ねてのヘディングシュートも、まあ、ポスト直撃し、えー、こぼれ球、大島選手が真っ先に反応するものの、えー、さらにその反応を上回る、愛媛の森下選手の、えー、この反応、素晴らしかったですね。まあ、前半のシュートブロックといい、森、えー、森下選手のこの、えー、このクリアといい、愛媛まあ、0-2に追いやられてもおかしくない状況でございましたが、森下選手の活躍の前に、ゼ、えー、0対1にとどまり、まあ、迎えた後半29分についに、 愛媛、えー、待え、望の同点弾でございます。まあ、完全なですね、ピッチ派はうまく使った華麗な崩しでございますね。まあ、あ縦に差し込み、サイドに展開し、そしてサイドの三原選手から斜めに一気に差し込んで、まあ、ボールが完全に n 字を描くですね、えー、ボールの動きに、えー 変段感選手のスルーに、ラファエル選手をうまく引きつけましたね。結果的に松田選手がポストサイドで、ソネダ選手がドフリーとなり、ソネダ選手の、まあ、ドフリーからのクロス、ファーサイドで構えておりました。石渡選手の豪快な右足のダイレクトのボレーシュートが突き刺さり、1対1の同点に、まあ、その後ともにゴールに迫るものの決め手にかけ、ゲームは1対1のドロー終戦の前半から出足で圧倒しておりました。と 栃木、まあ、後半2得点のチャンスありながらも決めきれずからの愛媛の、えー、スーパーゴールの前に1対1のドロー終戦により、えー、栃木からすると、まあ、絶対勝たなければいけないゲームで1対1のドロー終戦により、負けに等しい、まあ、ドローと捉えられ、一方愛媛としましては、まあ、栃木に勝ち点を積み上げさせなかったという意味では、もう勝ちに等しい、勝ち点、えー、1の、まあ、両チームにとって捉え方が異なる、えー、ドロー終戦だったのでは、 ないでしょうか そして次、横浜 FC vs 鹿児島1対0で横浜 FC 完封勝利。一方、鹿児島完封負けとなりましたゲーム。まあ、長崎の結果次第では、まあ、このゲーム、まあ、J1 自動昇格と J3 自動降格が同時に決定するかもしれないゲームでございましたが、実際そうはならずの、まあ、横浜 FC 勝利、長崎勝利により、両チームとも待ち受ける結果は延期でございます。まあ、そこで展開としまして、やっぱり モチベーション高い横浜 FC、まあ、ホームで J1 自動昇格を決めたいモチベーションのまま前半16分に、えー、再々曲先生でございます。 えー、福森選手のフリーキック、まあ、壁に当たったところのセカンドからサイドに振って、えー、この高橋選手の、この剥がしてからのクロス、めちゃめちゃうまかったですね、えー。アタッカーの選手間のような高橋選手の、えー、クロスにファーサイドで、ジュアンパウロ選手の、えー、シュート気味の折り返し、まあ、中で小川選手が押し込んで、えー、横浜 FC が幸先よく先制。で、一方、鹿児島としましても、まあ、維持がございます。まあ、中央、野崎選手を経由して、遠藤選手が一気に、自、え、陣、ー、エリアから。 定人一のポケットまで侵入、遠藤選手の折り返しの、えー、クロスに、えー、中で星選手のこのヘディングシュート持ちから、ま、え、力、ー、伝わりきらずのキーパー正面で、えー、チャンスにはなり得ず、えー、前半1対0の折り返し、まあ、迎えた後半も、えー、鹿児島チャンス出しチャンス作れず、一方、えー、横浜 FC。 んーカボニーフェイス選手の、まあ、右サイドへの展開、山根選手が受けて、山根選手からのクロス、えー、中央で高橋選手のヘディングシュートも完全に神様コースで、横浜 FC の追加点かと思いきや、えー、鹿児島の守護神、出豆森選手の横飛びのビッグセーブ、これすごかったですね。まさか、そこまで手届くとは、高橋選手も思ってもいなかったことでしょう。まあ、結果、えー、0対1のまま進み、まあ、その後も、まあ、出豆森選手も横浜 横浜 FC のクロスを片手でキャッチしたりなど、まあ、くしくも、えー、今シーズンの出森選手の活躍を象徴する、まあ、首位横浜 FC に屈した、まあ、0対1の敗戦で、えー、鹿児島は連勝ならずの、まあ、大分が長崎に敗れたことにより、まあ、J3 自動降格決まらなかったものの、まあ、今節勝ち点を縮められなかった代償は非常に大きく、まあ、降格を待つことになりそうな、まあ、中断期間突入のあまりにも残酷すぎる、う、結果、 ま、一方、横浜 FC は逆に長崎が大分に勝利したことにより、ま、今節、J1 自動昇格決まらずも、次節え勝利で J1 自動昇格を決定する横浜 FC が大いに見れそうな横浜 FC のえ貫禄勝ちで、首位返り咲きでございます。 そして次、今節第34節の最も注目試合を1試合取り上げていきたいと思います。え長崎バーサス大分の九州ダービー。万が一長崎が敗れるようなことがありますと、横浜 FC と清水スパルスの J1 自動昇格がえ決定 し、えー、鹿児島の j 3自動広格までも決定してしまうまたそのほか長崎にとっては、えー、新スタジアムピーススタジアムウイジンのゲームということで、ま、全 j リーグ民皆様にとって、ま、注目となります、えー、ゲームの結果は4対1で長崎大勝一方多いた、えー、大敗となりました明暗国旗な、えー、九州ダービーとなりましたまこの結果を受けまして清水エスパルスと横浜 fc は、えー、j 1自動 自昇格へ、ひとまずへ先延ばしでございます。で合わせて鹿児島の J3 自動降格も先延ばしとなります。え34節をもって決定する可能性がありました事項を、まあ、全て覆す長崎の対象、まあ。長崎の関係者にとって忘れられないえ1日となったことでしょう。 スタジアム周りの施設が素晴らしいのは言うまでもないんですが、何よりもキックオフ前の演出、いや、これ本当に素晴らしいですね。かつて長崎の監督を務めておりました、まあ、現長崎の取締役でございます、高木拓也氏がなんとキックオフ前、スタジアムの上空のジップラインをこの舞う演出、このクラブの懐の、まあ、大きさを感じると言いますか、また合わせて、えー、この えー 記念試合に最初のこの限定ユニフォームめちゃめちゃかっこよかったですね。まあ、整った舞台で挑みましたゲーム。まあ、その期待に応えるえ長崎イレブまあ、立ち上がりからですね。まあ、いけいけなえ。まず前半16分ですね。え、田中選手のえ差し込みからマテイス・ジェジュス選手の、まあ、ポストプレー、え、名倉選手が一気にペナルティアに侵入し、まあ、セカンド・増山選手の元にこぼれた絶好のシュートチャンス。えまあ、バーに直撃し、 得点いたらずでございましたが、得点の匂い、ぷんぷんな中ですね。まあ、迎えた前半24分に、えー、あっけなく長崎先生でございます。というのも、大分のゴールキーパー、ムンキョンゴン選手、このビルドアップ、マテイス・ジェジュス選手への、まあ、プレゼントパスでございましたね。結果的に、マテイス・ジェジュス選手も運んで運んで、あとは無人のゴールに押し込むのみの、えー、新スタジアム一発目の、えー、先制団にしては、まあ、表紙抜けでありながらも、まあ、その、えー、先制団を取った勢いに乗っかり、まあ、前半33 3分に長崎2得点目でございますコーナーキックからバウドス選手のヘディングダーン。まあ、これもね、えー、大分のゴールキーパームンキョンゴン選手がちょっとやらかしていると言いますか？まあ、パンチングしようと出ていったんですけども、長崎の選手が密集しているところでございましたので、パンチングしようとしても、えー、できらずの。ちょっと中途半端な立ち位置となり、結果無人のゴールにバウド選手に押し込まれ、えー、長崎2対0。まあその勢いのまま。え 後半4分に長崎とどこの後は大分のビルドアップのところですね。えー、プレッシングでうまく、えー、大分の差し込みを秋野選手がケアして、えー、この秋野選手のケア、これ、ダイレクトでマテイス・ジェイズ選手につけたのが良かったですね。まあ、結果、マテイス・ジェイズ選手も余裕を持って、 えー、ボールを持ってのこの切り返し、えー、サイドのフリーのマルコスギレルメ選手に供給しマルコスギレルメ選手もキーパーとの1対とも冷静に決めるだけのですね、えー、3得点目で勝負ありまあその後まあ大分が、えー、アレシナル隊を迎える直前に、まあ、長澤選手の、まあ、ポストプレーで宇都本選手が前の森の四国系からの、えー、この折り返し今、まあ、ペイヤ選手が中で押し込んで、えー、1対3と、えー 大分医師、向いる、ま、あこの特典。まだこの特典取った後の、このアシストしました、宇都本選手、前の上にドリブルした後のですね、え、この、え、サポーターとの、この喜びを分かち合うシーン。いや、これ素晴らしいですね。やっぱサポーターと選手の距離感が本当に近いと言いますか、え、その後、え、アリショナルタイムには、え、その、締めるのは長崎、 え、か選手の4得点目でございますね。え、サイドから、え、斜めに差し込み、秋の選手とワンツーでペナルティア日記に侵入していき、まあ、自らうまくシュートコースを作っての、え、右足の豪快な、え、ダメ押し団で勝負ありの、まあ、得点後へ、笠柳選手は次、え、サポーター席に今座りかけるでですね、この喜びの分かち合い、いや、本当にサポーターの距離感が近いと言いますか、まあ、これをやりたかった たのではないかと思うぐらい、この笠柳選手の得点を取るも、モチベーションの高さを感じる具合の前のめり具合。まあ、結果サポーターも、まあ、選手もモチベーションが高まる、まあ、最高なスタジアムと言えるでしょう。まあ、ゼガヒでも石門ジャップも、まあ、このゲーム、まあ、大分及び、ま、長崎の選手たちのサポーターと喜んでいる姿を見て、 絶対に見に行きたいなと、まあ、来年ゼガヒでも長崎には、えー、J1 の舞台で戦ってもらいたいと思うですね。長崎、この新スタジアム一発目のゲームで、横浜 FC と清水エスパルスの J1 自動昇格に待ったをかけることとなりました。格別の勝利。まあ、なんなら、まあ、この昇格プレイオフの舞台で、まあ、長崎の選手がサポーターに向かって、 だいぶして、喜びを分かち合う絵が、なんか想像できる、今節の、解消だったのではないでしょうか。そして、次、今節第34節のサプライズ結果試合を一試合取り上げていきたいと思います。 ミトドバーサス清水・シミズ、2対2のドロー終戦となりましたゲーム。ま、シミズとしましては J1 自動昇格を決める可能性がございましたゲームで、昨年に引き続きアウェイミットで J1 自動昇格決定できずの、えー、昨シーズン、まあ、最終節で、まあ、ギリギリ逆転で J1 自動昇格を逃した因縁の地で、えー、その、えー、屈辱を、まあ、払拭することができなかった、えー、清シミズの、まあ、 もやもやな。2対2のドロー修正。まあ、このアウェイ水戸は清水にとっては何かあるのかもしれません。まあ、そこでまあ、立ち上がりからまあ、このゲームはなんと水戸が前半立て続け2。得点の、えー、前半20スコアのまず前半23分でございますね。ね、えー、清水がサイドで。まあルー ブラガ選手に差し込んだところ、まあ、それを無力化する大崎選手の出足のいいこのインサー、インターセプトから、えー、その勢いのま、ま、大崎選手が中島選手とのワンツーでペナルティーラに一気に侵入。まあ、そこでこの中島選手のこのポストプレイ絶妙でございましたね。えー、このすぐね、えー、ポストプレイするんじゃなく、ちょっとね、間を置いてから大崎選手が侵入してきたタイミングで、えー、間を一旦落ち着かせて、そして清水の選手のこの間の間をね、抜くダブルの意味でね、 この間をうまくついた中島選手のポストプレーから大崎選手ペナルティアに勢いよく侵入してのシュートフィニッシュがディフレクションしそのままゴールインの合わせて前半38分には右サイド長澤選手からのクロスに中島大華選手のこの足を結構高めに上げての左足のすねっぽいところ当たりましたよね。まあ、結果ファーサイドネットを射抜くこれスーパーゴール。まあこれ何度もやれって言われたら なかなかに再現性が難しそうなスーパーゴールが決まってしまうあたり、清水アウェイ、三戸の地では本当にですね、えー、ついてないと言いますか、まだその勢いに乗るように、まあ、前半41分には水戸、三、え、戸、ー、前田選手の鋭い差し込みから、この初スタメンの斉藤選手が、えー、受けて、春川選手に対して仕掛けて仕掛けながらのですね、えー、このシュートフィニッシュも結果的にポスト直撃し、えー、清水としましては助かった形で、えー向か た後半、まあ、後半挑むにあたりまして、清水、えー、この手コ入りでございますね。えー、ルーカス・ブラガ選手とカルリノス・ジュニオ選手に変えて、えー、この、 松崎選手と、同グラス、タンキ選手を投入で一気に流れ持っていきました。まず後半2分ですね。早速清水が1点を返しますと、まあ、原選手の、裏への供給したパスに、とりミトの選手の方がさっきに触れそうなタイミングのところ、タンキ選手が強引にですね、相手選手を吹っ飛ばしながらのこのキープ、これ素晴らしかったですね。えー、とりかとず4ブ6部のような不利な状況でありながらもしっかり収めたタンキ選手の、この折り返しに、中で北川選 選手が仕留めて1対2と一気に清水サポーターのボルテージが上がり、まあ、迎えた後半20分にはまあ水戸のビルドアップを奪う北川選手、まあ、得点至らずではございましたが、まあ、より清水にスイッチが入りましたところから迎えた後半37分についに清水同点弾でございます右サイド原選手からのこの左足での折りカットインのクロスに受けた矢島選手がマイナス気味に えー、この、運んでいきながらの腰を、えー、ひねって。 だこの弾丸ミドルシュート、まあミトのディフェンダーがブロックするものの、清水サポーターの思いが乗っかったかのようなですね、まあ強烈なえシュートがネットに突き刺さり、2対2の同点に、まあこの勢いのまま逆転に持っていきたいところでございましたが、まあ J2 リーグの厳しさを知らしめるミトホーリーホークの粘りの前に得点奪えずゲームは2対2のドロー修正の、まあ清水エスパルスのまあ J2 卒業には、まあミトホーリー ホーリーホックが立ちはだかる、まあ、2年連続の、まあ、やっぱ J2 リーグの厳しさを、ま、シミズエスパルスだけじゃなく、まあ、各チームにも知らしめました。ミトホーリーホック、えー、J2 リーグの最高産チームとして、やっぱさすがなんですね。やっぱミトホーリーホックは本当に J2 リーグを面白く存在っいうこと、さ、面白くする存在ということを、示す、えー、前半立ち上がりの、まあ、2対0からの、まあ、追いつかれての、ま、シミズエスパルスの粘りもあれば、ミトホーリーホックの維持も、えー、かい見えました。えー、名ゲームだ だったのではないでしょうか。 そして、次、今節第34節のベストゴール誕生試合を一試合取り上げていきたいと思います。藤枝バーサス岩木1対1で泥終戦となりましたゲームから、藤枝のエースフォワード、ム村選手の前半16分の、後方からの空中のボールをダイレクトでオーバーヘッドで決め切る、まあ、ゴラッソ団を選出でございます。まあ、さすがゴラッソメーカーといいますか、まあ、今シーズンこのベストゴール認定、2度目のム村選手の選出とな なっておりますすそれも納得のですね、えー、スーパーゴーパゴルまず、きっかけとしましては、えー、ゴールキーパーの北村選手からの、えー、サイドへの差し込みから、まあ、鈴木選手が斜めに、えー、これまた差し込み、受けた千葉選手が絶妙なタッチから、まず、いわきの選手を剥がしていき、剥がしていってからも岩城の選手を2、3に引き寄せてから、えー、サイドの選手をフリーにしてからのサイドへの展開、これ素晴らしいですね。結果的に大須根選手が、えー フリーで、アーリークロスを供給し、まあ、ファーサイドに流れて、まあ、右サイドから作り直し、で、右サイドからも、アーリークロスを上げる雰囲気ありながらもですね、ここで、ボールを引き出す千葉選手、そして荒井選手がなんと、縦にですね、空中のこのスルーパスの展開、まあ、結果、千葉選手が、受けようとしてですね、岩木の選手を引き寄せている間に、この裏のスペース、これをですね、つい、 抜け出していったのが、矢村選手。これ素晴らしかったですね。まあ、荒井選手がルックアップしたタイミングで、体の向きを急にこの前向きに変えるで,ですね。えー、この急な転換から、えー、いざ新井選手から出たこの空中のボールに対しまして、えー、走って抜け出しながら、これちょっと微調整してましたね。ちょっとこの抜け出してる間に、ちょっと大股になりながらですね、空中のボールに合わせる矢村選手。まあ、結果的に、え、体を倒しながらの、えー、このオーバー、横、 無気のこのオーバーヘッド弾が、えー、絶妙にですね、まあ、ミートし、ゴールネットにもイヌキの、えー、ゴールでございますので、まあ、ゴールキーパーから始まっての展開からですね、まあ、左右、上下、揺さぶって、から、かつ、まあ、上下度の空中戦もね、えー、活用しておりました、えー。次から次へとですね、後出しじゃんけんで、素晴らしいスキルを発揮しました。まあ、藤枝らしい、および、まあ、矢村選手らしい、えー、スーパーゴールでございましたので、ベストゴール認定 として成立させていただきました。まあ、その後は後半レショナルタイム直後に、まあ、いわの有馬選手に、まあ、ロング数のこぼれ玉を押し込まれて藤枝としましては、追いつかれた形で、ゲームは一対一の終戦の最後、矢村選手が急いでゴールキーパーにボールを蹴れという。 ている姿が、ま、非常に今、虚しくなりました。fj だとしましては、え、勝ち点3が3とこぼれ、岩木としましてはなんとか勝ち点1を、え、拾いました。ま、ろえ方が異なるドロー終戦。J2 リーグ2年生対決は、え、決着つかずとなっております。 以上、今節の各試合結果との振り返りはここまでとさせていただき、まあ今節、第34節時点での個人ランキングを、えー、触れていきたいと思います。えー、まあ得点ランキングからですが、千葉のエース小森選手が今節も、チームを勝利に導く決勝団による22得点目で、えー、得点ランキング相変わらずの独走となっており、まあそれを追いかける、まぁ、あ、3位ヤムラ選手も、まあ今節、石門ジャップが選びました、ベストゴールー定となります、えー、オーバーヘッド弾により、まあ15号 ボルメと矢村選手もここ直近のペースでございましたら岩木のえに谷村選手をえ追い抜く可能性がございますえ得点ランキングまあ、変動あるのかえ楽しみでございますそして一方アシストランキングに関しては相変わらず変動なしとなっております以上長くなりましたがえ第三十四節のえ簡単なレビューはここまでとさせていただき次節第三十五節のえ注目試合をいくつかピックアップしていきたいと思います <laughs> え二週間後に行こられます えゲームでございますがまず真っ先に取り上げたいのはやっぱり仙台 vs 横浜 f c のえ土曜日と開催となりますゲームまあ、横浜 FC は勝利すれば j 1自動昇格が決定するゲームでございますまあ、ただ阿部え仙台でのゲームということでまぁ、あ、仙台も昇格プレーオフ、えー、進出に向けて後がない状況でございますのでまあ、絶対負けられないとで言うと仙台まあ、ただへ勝ちたいというモチベーションも横浜 FC は高いであろうまあ、絶対に負けられない仙台かまぁ、あ、絶対 今勝ちたい横浜 FC どっちのモチベーションが上回るか非常に気になるところ横浜 FC の J1 自動昇格が決定するのか要注目でございますでまた合わせて日曜日のゲームに関しましては清水 VS 山形のこの対決清水も J1 自動昇格を決めたいところでございますが山形も昇格プレイオフ進出に向けては負けられない5連勝中の絶好調の山形でございますので山形のホームでは、ね、山形が 清水を破るる勝利ございましたのので、まあ、シーズンダブル達成になるのかも含めて、まあ、このゲーム、山形はね、かつて、えー、アウェイ・シミで、昨シーズン、昇格プレイオフで、まあ、勝ち切ることができず、まあ、今シーズンも結果的に J2 リーグでプレイしているところでもございますので、まあ、このアウェ水に乗り込む山形の、えー、気迫はすごいものがあるんじゃないかなという意味で、山形の昇格プレイオフ進出に向けてのモチベーションがまさるか、まあ清水の J1 自動昇格を、えー、もう決定づけるモチベーションどっちが高まるのか非常に楽しみなゲームでございます。で、また合わせて、まあ、大分 VS 水戸戦につきましても、まあ、この大分の結果次第で、やっぱ鹿児島の J3 自動合格が決まるかっていうところもございますので、まあ、逆に大分としましては、えー、J2 残留をですね、まぁ、あ、固くするために、えー、勝利したいところな、 次節こそは、昇格及び降格が続々と決定しそうな、え、第35節のエニテとなっております。 以上、長くなりましたが、長崎のホームウイジンド派手な勝利により、J1 自動昇格も J3 自動降格も以外にも何も決まらなかった2024シーズン J2 リーグ第34節の簡単なレビューでした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、ツイッター、改めアプリ X のフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャポ TV でした。